今日は貝塚市立全米ランドにやってきております。中に天体望遠鏡などが置いてあるみたいなので、早速中に散策に行ってみたいと思います。2階上がったところがこのフロアです。ここには全米ランドというところで、全米さんが作った望遠鏡と、あといろいろな歴史が書かれているので読んでいきたいと思います。ここにいろいろな歴史の出来事が書いてあるんですけど、まず1608年にオランダで望遠鏡というものができました。そしてその5年後なんですけども、なんと日本で初めてこの望遠鏡を手にした人が徳川家康でした。その望遠鏡は大阪を攻める時に活用されたようです。この像の方が岩橋善兵衛さんという方で、1756年に貝塚市で魚屋さんの子供として生まれました。成人になってからは昼はメガネ職人としてメガネのレンズを磨いて販売して生計を立てていました。そしてオランダからの渡来品の望遠鏡を見て、独自に研究を重ねて光学心を燃やし続けました。そして科学者になった善兵衛さんは1793年38歳の時に、独学で望遠鏡を作りました。板で筒を作りレンズをはめた望遠鏡です。でこれが、実際に善兵衛さんが作った実物の望遠鏡になります。ここに、実際に善兵衛さんが作った望遠鏡が展示されています。これは有形文化財に指定されています。全米ランドに飾られている浮世絵にも全米さんが作った望遠鏡が描かれています。日本全国を歩いて精密な地図を作ったと言われている伊能忠敬さんなんですけども、この方が実際に岩橋善兵衛さんに頼んで望遠鏡を作ってもらいました。この写真の望遠鏡は伊能忠敬さんが実際に使っていたものなんですけども、これは伊能忠敬記念館に他の観測器具とともに国宝に指定されています。登るとこの天体観測室がすぐあります。ここでいろいろ見ることができるので早速紹介していきたいと思います。ここは望遠鏡を設置しているドームの中です。真ん中に見えますか？あ、キラキラ。あ、わかった。これ光ってるやつ。これがアークトゥールスですか？はい。あ、光ってる。あ、ごめんなさい。先生がわかったら止まるんかな？前の太陽を見るために。しまっていってるんですね。あー、しまっちゃう。これを見ることができます。プロミネンス。プロミネンスが見えてます。あ、わかった。見れると楽しいでしょ。うん、ここが屋上からの景色です。ここからも星空観測をやっているみたいです。南側、和歌山方面の景色になるんですけども、貝塚の中ではここが一番天体観測に向いているということです。
今日は、本当に詳しく解説していただいて、普段みんながあんまり知らないようなことをたくさん知ることができましたので、いい勉強になったと思います。でもすごいのどかなところで雰囲気も良くて、昼は太陽とかを見せてもらったんですけど、夜もまた星が見れるということで観測しに行きたいと思いますので、皆様もぜひここまで足を運んでください。ここは個人で入る分には無料になってます。で、時間なんですけど、日曜日と月曜日、火曜日は朝の9時から夕方5時までの営業で、木曜日、金曜日、土曜日は9時から夜9時45分まで空いてます。で、水曜日がお休みになるので気をつけてくださいね。で、アクセスなんですけども、車で来られる方は国道170号線ですね、大阪方面から来る方はね、和歌山から直進して第三中学校前の信号を越えて側道に入って、一つ目を、あ、看板がここにあるらしいので、そこを左折して坂道を上がるとここにたどり着きます。電車の方は南海本線難波駅から貝塚駅まで行って、貝塚駅から乗り換えします。水間鉄道に乗り換えして三日山口駅で降りて東へ約 500m 歩きますと、ここにたどり着きますので、またちょっと詳しく見ながら歩いてきてください。